はい、こんにちは。さて、続きです。ビクセンを、そしてリクを倒して、次のカードがもらえたので、レベル上げはちょっとせずに、ビクセンなんだけ苦労したんでね、レベル上げした方がいいとは思うんですけど、ひとまずディスティニーアイランドに次のところ行ってから、ちょっとレベル上げするかどうかは考えたいと思います。ああ、日差しがね、日差しが綺麗な、うん、俺おかしくなんかないよな。ここがどこだかちゃんと分かってるもんな。そうだよ、俺たちの島だよ。ナミネと一緒に遊んだあの島なんだ。アイリは、おーい、あれ、あ、出た、お久しぶり。よっそら、わっか。ねえ、今日は何して遊ぼっか。誰だっけ、あの子誰だっけ。みんなは確か、なんすか、俺たちの顔になんかついてるか。一緒にしないでよ、ワッカ。何かついてても気づかないほど鈍いのはあんただけでしょ。こら、セルフィー、そこまで言うことにねえだろ。本当のこと言われたから悔しいっすか。いいだ、この野郎。名前みんな言ってくれた。セルフィーばっかりティーだって。うんって。なんか自己紹介してくれた。どうした？あ、こっちの話。わかった、またあいつのこと考えてるんでしょ。なんだ、そういうことっすか。空はあいつに夢中だもんな。なるほどな。態度も変になるわけだ。あいつと会うのを邪魔されたくないんでしょ。違う？う、まあそういうこと。はいはい、それなら邪魔しないわ。あいつを探しに行きなよ。でもこっそり後をつけたりして。コラティだ、空は真剣みたいだぞ。冗談っすよ。じゃあね、空。リーダーあんな感じなのに天の主人公だからな。さあ、ディスティニーアイランド。あ、うわお、ちょっと急に。ここは短いな、思ったより。いや、そりゃ。ちょっと。さて、もうとにかく、もうまずは先進んで解放してから、いろいろと敵を倒したりなんだりを考えていきましょう。どこ？ん？扉どこ？赤使おう。お、ここが正解かな。とまずバトルになったら嫌だけどな。勘弁しよう、バトルだけは。さっきここでバトルしたからな。あ、リグじゃん。よう、ソラ、そんな急いでどこ行くんだ。お前は、え、それも忘れた。そうだ、リク。なんだよそれ、俺のこと忘れてたみたいな言い方だな。そんなことないって。それよりもう大丈夫なのか。操られてないのか。俺が操られて、何言ってるんだ。そうか、お前って俺の記憶の中のリクなんだな。記憶の中の俺？なんだそれ、新しい遊びか。ああ、そんなもんかな。ソラはいつまでも子供だな。それであいつを守れるのかよ。なあ、あいつって。何が起きてるんだ。俺が知るかよ。でも何か良くないことが起こってるのは確かだな。みんなが心配だ、知らせてくる。
じゃあ俺は分かってるって、あいつを守るのがお前の役目だろ。行け、空。ああ、よかった、バトルなかった。さて、あいつを守るのがお前一番最初に戻ったいや、何それ、いっちゃん最初に戻るんだ。こっちだったか。これレベル上げせずいったらどうなるかな。さっきまでバリ強かったっすけど。で、作っとこうか。さてさて、よし、こっちか。で、2いっぱい使ってんだからいっぱいレベル上げした方がいいんだけどね、本当は本当はね、した方がいいんでしょうけどね。あー、こっちじゃなかったのか。こっちみたいですね。さあ、でよし、あそこで導き。これでなんかバトルの匂いはするけどな。バッ、おお、50すごいな。めんどくさいんでランダムジョーカーさて、これでバトルが来られて、来られるのか、果たしてどうなのか。てか、ここのボスってあのヒゲのおじさん、もしかして。お久しぶりの島が、ヒゲおじさんかな。いたー、久しぶりですね、おひげのおじさま。 HP ゲージどのぐらいあります、あなた。弱い、弱い感じで来てよ。やめてよ、強いのも嫌よ。あ、弱い、めちゃくちゃヒットポイントないじゃん。ただ今攻撃力がえらい高かったなこの人。あ、はい、届かない、こびたはい、はい、わあ、クラウンだあれ。あ、もうバトルが面倒くさいだけじゃないですかそれ。いち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 動かされたら、もう早く来てくださいよ。もう癒しよ、いや、おじさん、おじさん、おじさま、おじいちゃま、いや、あの、おじいちゃま、ようやく下に降りてくるまでが長いだけじゃないですか。そんな、え、なに、なにこれ、いや、めんどくさい、登っていくのがめんどくさいよ、そんな。え、なにこれ、大したメリットないじゃん、あれそんなゲームある大したメリットなかったよ。はい、はい、頑張って、はい、頑張って、そら、はい、頑張って、そら、もう一度、は
はい、タイムチェック。はい、ありがとうございました。何これ、こんだけビクテン強かった。でもさ、これ機関のやつらがめっちゃ強いんじゃない？アクセルとか。次誰？ダークサイド。かっこいい。そうだ、あいつを守らなきゃ。守らなきゃ。ナミネ、どこにいるんだ？いたよ、ナミネだ。ナミネだ。ナミネ。ソラ、来てくれたんだ。来たよ。やっと、やっと会えた。俺、君に会いたくて戦ってきたんだ。うん。私も会いたかった。だけど私、間違ってた。会いたかったけど、こんな形間違ってた。違ってたの？私ずっと一人だったから、寂しくて耐えられなくて。だから空の心に呼びかけて、こんなところまで来てもらって。空が来てくれたのはすごく、すごく嬉しいけれど、でもそれって君の心を。いいんだよ、俺はナミネを守るって約束したんだから。ソラ、ありがとう。ごめんなさい。え？ここにいるのは私じゃないの。どういうこと？そうよ、ナミネ。ん？そこにいるのは私じゃないの。はい。君の胸には私はいないの。誰の胸にも私はいないの。ナミネって何だっけ？私はどこにもいなかったの。なんだよナミネ、どうしちゃったんだよ。あの頃俺たちいつも一緒だったろ。なのに離れ離れになって。だからナミネに会いたくてここまで来たんだ。会いたかったのは本当に私？決まってるだろ。だって俺この城でいろんなことを忘れたけど、ナミネのことだけは。ほら、これをくれたのはナミネじゃないか。そうだよ、私が空にあげたんだ。ダメ、空、私を信じないで。どうしろって言うんだよ。どういうことよ。もう一度思い浮かべて。うん。君の一番大切な人、胸のずっと奥で輝くかすかな記憶のかけらに呼びかけてみて。どんなに遠い光でも君の声ならきっと届くから。俺の大切な人？当たり前じゃないか。それは波。そうだよな、波じゃないよな、海だよな。始まりはカイリーで、結局ナミネって何だっけ？カイリア、お久しぶりです。お元気？今のは誰なんだ？思い出せないのに懐かしい。ナミネ？ナミネ？え、まだ思い出してない。約束のお守り。あ、新しい武器だ。やっぱり今の武器弱かったんだ。だから僕は今弱いのか。いや、そういうことですね。ほっせ、 やっぱりおかしかったんだ今。ちょっと待ってくださいよ、約束のお守り。どこあら、やっぱりこれ B+。 もうだから弱いんだ今僕、武器が。ほらで一回じゃあモーフリーを出さ。ちょっと待って、登れない。よし、バトルが連戦あるんじゃないですか、俺もしかして。嫌ですよ、もうちょっとお願いだから弱くあってよ、連戦あったとしても。えいや、ナミネ。お、いた、ナミネいるじゃん。あのさ、
俺の大切な人って、ナミネじゃ、ない?うん。本人に聞くなよ。空の大切な人は、ずっと一緒だったのは、私じゃなくて、あの人。誰?でもあの子、誰なんだ?名前、出てこないんだ。一番大切だったら、なんで思い出せないんだろう。それは、私が空の記憶を…代わりに俺が教えてやる。ああ、また。簡単なことさ。ダサいリクが。お前の記憶がデタラメなんだ。ナミネを守るのは、お前じゃなくて俺なのに、勝手に踏み込んできたんだ。嘘の思い出に操られたお前がな、空。ちょっと待ってや、何回戦うん、あんたと。ほんまに何回バトルぐらいやん。あるよ、弱いリクでいてよ。もう強いリクにはコリコリしてんだから。いいよ、はい、弱いリクでさ、はい、ごちそうさま、ごちそうさまです。やったぜ。はい、ごちうさ、よっしゃ、レベルアップ。お、リクカード手に入れた。リクカード何なんだ。ってことはリクはもうこれ以上出ないのかな。お、なになに。リクかかったな。え、なに。おぉかかったな。リク、そろそろその服脱ごうぜ。あ、こ悪いよ。俺の勝ちだな。リク、ダメ。消えろ、偽物。やめて。あ、何。リク、リク、リク。怖いんですけど。ナミネがやったのか。リクに何したんだ。要するに、そいつの心はぶっ壊されたのよ。あら、心が壊れた。じゃあリクは、リクはどうなるんだよ。何慌ててんのよ。リクのことなら何にも心配いらないわ。何が。だってこいつはリクじゃないもん。どういう意味だ。やっぱり種明かししてほしい?してほしい?どうしよっかな?してください。ふざけるな!いや、もうソラやめてや、もう。種明かし知りたいんじゃけ、ソラ。やめてや。いいわ。じゃあ、種明かし。ありがとうございます。あんた、真実を知った方が苦しむから教えてあげる。そこに転がってるのは、ビクセンがこしらえたただのおもちゃ。人形なのよ。ね、笑っちゃうでしょ。あんたを偽物って呼んだそいつの方が偽物ってわけ。このリクが偽物。体も心も記憶もね、作りたての偽物だから過去なんかあるはずないでしょ。だからナミネとの思い出を心に植え付けてやったわけ。つまりそいつがムキになって守ろうとしたのは何から何まで嘘の思い出だったのよ。そういうことか。これで正解でしょ、ナミネ。あんたって可愛い顔してひどいことするわよね。ナミネ笑っちゃうわ。まだわからないの。それがナミネの能力なのよ。ん?人の心に踏み込んで記憶をいじり、ありもしない思い出を好き勝手に描いちゃうの。あんたが守ろうとしたナミネはね、嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ。すごい能力だ。なら俺の記憶も思い出も。そういうこと。全部嘘嘘。ナミネが作った幻よ。そういうことか。記憶の鎖で
あんたを縛って誘い込む罠だったのよ。あんたってスカッとするほど簡単に引っかかってくれたわ。そうなんすよ。もう少しでうまくいったのにね。ソラってアホの子なんです。キーブレードの勇者を私たちの操り人形にするチャンスだったのにさ。アクセルのやつ、ナミネの勝手を許すなんてね。レンさん、こうなったらあんたを消すしかなくなっちゃったわ。おいおい、連戦ですか先生。待って。はあ、何のつもり。空を守りたいってわけ。ん、あんたおかしいわ。空の記憶をいじって追い詰めたのはあんたでしょ。でも悪いけど私今ものすっごく機嫌が悪いのよね。あ、嫌だ。あんたのせいで計画が台無しよ。嫌だ嫌だ。ナミネ、何心配してるわけ。あんたとナミネは赤の他人でしょう。かもな。だけど俺約束した。はあ？そうだ、ナミネを守るって約束したんだ。嘘の思い出だったとしても約束はまだ俺の胸にある。だから守るんだ。ここ笑うとこ。そんな約束存在しない幻よ。全部あんたの思い込みなの。なのに一人で勇者ごっこ。まあいいわ、そこまで言うなら一人で消えちゃいな。もう。あら、まず一人だけ。お助けマン二人が。ドナルド、グーフィー、来てくれたのか。そりゃそうだよ、そらが心配だもの。僕たちだって空を守るって決めてるからね。二人ともごめん、役に立たないと思って。一人になんかさせないよ。僕たちずっと三人で旅してきたんだから。やだ、あとはずっと一緒だ。いいわ。うわ、一人を消すより三人を消す方がずっと楽しいわ。もうちょっと勝てる、これどうだろう。自信ないんだけど。全然自信ないんだけど。あの、楽勝に弱くなってくれよ。うわぁ、ヒットポイント6ゲージもある。嫌だよ。頼むよ。弱くなってよ、弱く。うわぁ、すごい。もうあんなに食らってるじゃん。攻撃力高すぎでしょ、この人。よし、頼むよ。あ、やばい、いった。うわ、くそ、途中ゼロが混ざるとこうなっちゃうんだよな。終わりよ。あ、ゼロが混じってる。はい、消えるな。はい、頑張れ、ドラ頑張れ、ラクシーヌが、ラクシーヌを倒すんだ、ソラ。できる、ソラならできるだろ。そうだ、ソラ、頑張ってくれ。もう嫌なんだ、何回もやるのは。それでいい、ソラ、ナイスだ。ちょっと待ってね。逃げたいんじゃないのよ。癒しよ、よし、ドナルド。やばい、でかすぎる。うわー、なんか捕まれてる、なんか捕まれてる、雷に。え、ピヨってる、空、今空に、これカーブがないんだ、空、いや、急に、最悪、いや、もう一回やります、いけそうなんで、イベント全スキップや。
さあ勇気を全然もう終わったグーフィーたちも彼らに期待した僕が間違いだった。帰ってみな。いけ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 、何をゴリゴリにやられてまんねん。うわ、あとちょっとなのに、あとちょっとなのに、なんで最悪、あとちょっとなったのに。あとちょっと頼むぞ、これ頼む、やばい、これは強い、これは強いのが来た。まずい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 、ほら頑張れ、耐えてくれよ、フィオーレの空、頼むから、頼むから空、空、遅いのよ空、空は全てが遅い、癒しを、ほし、逃がした、遅い遅い空、頼むって空、空は遅かった。ダメだ、もう空に期待をするのをやめます、もうああもうよかったらアクシール、ああつらい、ほんとつらかった。いやもうキタンのやつら全員強すぎる、僕が武器が弱いのもあるけども強い。何で私があんたなんかに負けるわけ、私が消える、そんなことあるはずが、認められるわけだ。やったー、君がナミネだよね、僕らは空の友達で、グーフィーさんとドナルドさん。なんや、もう知ってるや。知ってるんだ。おめでとう空、大事な友達が見つかって本当によかったね。どこから説明すれば。ナミネさん、すまないが事情を聞かせてくれないかね。話しにくいとは思うんだが。いいんです、私がやったことだから。教えてナミネ。空の心に焼き付いた大切な人との思い出を、私が作った嘘の記憶に少しずつすり替えたの。じゃあ空との約束も全部私の嘘。空は私に約束なんてしてない。私が島にいたというのも嘘。え、知ってるけども、今まで会ったこともなかった。私は空の友達じゃなかったし。本当に大切な人でもない。うん、君の本当の思い出には私なんて存在しない。私たちの記憶がなくなったのもナミネさんの力というわけか。元に戻す方法はあるのかな。今すぐは無理だけど、13階に行けば直せます。でもマールーシャが、そいつに命令されて空や私たちの記憶を変えたというわけだね。言うことを聞かないと、いつまでも城に閉じ込めるって。私ずっと一人だったから。寂しくて言うことを聞いちゃったんだね。ごめんなさい。やめろよ、そんな顔するなって。うん、私には泣く資格なんてなかったね。そうじゃなくて。え、そりゃあさ、俺の記憶勝手にいじってふざけるなって思うよ。でもなんていうか、今は本気で怒る気になれないんだよな。
波音が作った記憶、頭では嘘だって分かったけど、まだ心に焼き付いてる。あの約束のこともだ。波音が泣かないように守るって約束した思い出残ってるんだ。なのにそんな顔されるとなんか俺が泣かせたみたいで困っちゃうんだよな。だから今はいい。記憶が元に戻るまでは泣いたり謝ったりするより笑ってくれた方が嬉しいんだ。ソラ、普段より優しくない？思ったそれ。そうかな。ソラって女の子の前だといつもこんな感じだよ。マジでそれ思った。うるさいな。どうしてそういうことばっか覚えてるんだよ。だって大事な友達さあやだよ。女の子の前でカッコつけまくってます、ソラくん。たくも。そう、その顔。思い出と同じなんだよな。俺、波音の笑顔が大好きだった。そう感じるのも、幻の記憶のせいなんだろうけど、波音が笑って嬉しいって気持ちは、本物だよ。ありがとう。じゃあ、行こうか。よし、よし、僕たちの記憶を取り戻そう。あとはアクセル。マオベさんが待ち構えているなら、ナミネはここに残った方がいいね。うん、リクの面倒を見ててくれ。終わったら呼びに来るから。怖いな、あのリク。ここに待って、気をつけてね、ソラ。ここに待たせとる方が怖いだろ。約束する。あんなとこ一人で置いとる方が怖いよ。過ぎ去りし日の思い出。武器の名前があれ面白いよね。死ぬ死ぬ。これ次回復ある。はっ、生きたらリックも助けたい。私にくれ。ちょっと待って、これ一回戻ります。理由、セーブポイントがあるかどうか不安になってきた。そこあるよね、セーブポイント。はい、これでもしも連戦なんかされたらほんま私もう無理ですよ。ひとまずセーブして、連戦がないことを祈るとして。あ、よかった、あった。あ、なんでなんで二人とも僕より先に、今さっき僕より後ろおったじゃないですか今。ああどうでもいいけど。ああよかった。ああ連戦疲れた、ほんまめちゃくちゃ強かったっすよ。ああこれはちょっとレベル上げいるな。というわけでもうひとまずここで、はい、レベル上げと武器どうにかしないといけないんで、ひとまずここで終わるか。ちょっと解放だけしようかな。え、でもさ、これちょっと待って、解放だけしてもいいんだけど、いやこれさ、あ、もう開いてる、ドアが開いてるってことはもうないじゃんってことは、やっぱりここで終わるべきだな。え、ちょっとレベル上げしたいんで、はい、いやもう今回強かったっす、ほんと強い。いやもうここでね、ほんと次マールーシャかアクセルかどっちかなんで必ず倒します。ありがとうございました。